どうも山田です。あの皆さんね、今ホリデーイベント、まあ、満喫しているところだと思うんですよ。でですね、まあちょっとゲームイズの攻略チームが、面白いちょっと統計を取っておりました。集計というかね、まあこれちょっとね、僕個人的にやろうかなと思ってたんですけども、攻略チームの方が動いていたので、あ、じゃあそれで、あ、いいんじゃないかなと思ってたんですが、その内容は 何かというとですね、今回の7キロ卵の中身の確率。はい、まあ今回ね、そもそも何が含まれてるのかっていうところも一旦ちょっと確認してから、その確率、現段階でまだ集計第1回目が出ただけなんで、まだまだこれから調整が入る可能性がございます。なんですが、まあね、ちょっとその数字がすごいことになっていたので、今回はですね、まあ7キロ卵の方と、あとはですね、今回のそのホリデーイベントで出てきてるポケモンたちの出やすさみたいなやつですね。はい、その辺の話を少ししていこうと思います。まずはちょっと、見ていきましょう。はい、まずですね、7キロ卵に今現在含まれるポケモンたち、こちらがですね、はい、今ちょっとページ出ているものが全てになります。まあ、まずアローラたちですね。アローラのポケモンたちが6種入ってきてます。アローラ、サンドウ、ロコン、ディグダ、ニャー、スイ、ヒツブテ、ベトベタと。あとはもうベイビーですね。ベイビーと言われるポケモンたちで、新しく追加になった子らが、リーシャン、リオル、タマタ、ゴンベ、この辺が、今回ね実際書かれていました。でそれ以外は既存のね、すでに追加されているベイビーたちです。なので総勢 1,2,3,4,4,5,20 で21、はい、今7キロ卵から21種類のポケモンが、出るということですね。で、まあ、21種類のポケモンが全て確率が均等だとしたならば、それぞれがまあ約 4% 程度に、まあ、なるんですが、 4.何% とかになるんですが、まあそうは問屋が下ろさないですよね。はい、卵割ってて、これ全部確率均等だよねっていう認識の人は、まあいないと思います。で、それは正しいです。合ってます。はい、絶対レアリティがあります、それぞれね。で、ということで、今回のちょっと中身ですね、ゲームウィズの方の攻略チームが、集計した結果を一旦見ましょう。はい、こちらです。ホリデーイベント中のレア度まとめというページですね。はい、それでは、こちらの集計した、ものを見ましょう。あ、ちょっと待ってね。はい、いきますよ。はい、基本的に皆様が気になるのは、新追加の子たちがどれくらいの確率なのか。まあ、あとは、例えば、まあ、色違いもいるんですよね。ルリリの色違いとか、ピチューも今だったら期間中ね、帽子ピチューなんで、それの色違いが欲しいとか。はい、あとはまあ、スボミーがまだですよとか、まあ、いろいろいると思います。結構色違いね、結構含まれますので。なんで、そこの辺もちょっとね、こう、なんとなくわかる数字が出てきます。はい、見ていきましょう。今回アンケート実施中の第1弾の集計で出てきた数字、はい、途中経過ですからね。はい、見ていきましょう。はい、アローラサンド、アローラロコン、アローラディグダ。はい、この辺がですね、アローラの中では結構この2匹は低いですね、見るとね。で、アローラディグダがまさかの 0.75。 はい、で、アローラニャース、アローラヒツブテ、アローラベトベタ。はい、この辺まさかのまあまあダマ感ちょっとありますよね。ニャース、イシツブテはまあ 2% 程度で、アローラベトベタは 1.51 って書いてあるんですけど、これ多分なんですけど、アローラの中では、レア枠とそうじゃない枠みたいな感じで分かれているかなっていうのが今見えて、アローラディグダが今はちょっと一回下げられてる感じだと思います。そして、よいしょ、はい。ピチュー、ピー、ププリン。はい。この辺がとっても確率高いです。ピチューはですね、6.78% ということで、ベイビーたちの中ではだいぶ高いです。さっき言ったんですけど、21種類いるんだったならば、その中 6% って結構振ってますよね。はい。ただ、ピチューの場合は、この 6.78% の中に色違いがいるという感じなので、まあ、それも後々ちょっとね、記事見ていくとわかると思います。ピーとププリンが 6.28、8.79。ププリンちょっと高めが、なのかもしれませんね。そして、あ、トゲピーが 8.26%。はいはいはい。高いですね、やっぱりね。そして、バルキーが 8.54。ムチュール 5.53。エレキット 5.78。ブビー 9.05 と。はい。そして、ここ、やっぱり皆様今欲しいと思います。ルリリ。比較的新しいベイビーの色違いですからね。ルリリが 7.79%。そうなの？ 7.29%。はい。この辺ね、8%、7% 台の子らっていうのは、まあ、入手してない人っていうのは、まあ、数は比較的少なくなってきてると思います。なんですが、色違い厳選って意味では、こいつらパッパッパッパ割れてる中で、まあ、その、チャンスが多いんでね。こいつらの色違いは、まだ、まあ、楽とは言わないですけどね。はい。まあ、狙えるのは、まあ、現実的ではないとは言わないかな。ぐらいのところかな。はい、そして、スボミー。はい。
こいつが 5.53% という感じですね。それではこっから先が一番気になります。個人的にもここの数字が一番今気にしているというか、もうこれ次第で活動どれくらい頑張れるかって変わりますからね。はい、いきますよ。まずはリーシャン。はい、今回追加になったリーシャンですね。見ましょう。せーの、ダダーン。リーシャン 0.25%! 0.25! 1切ってるの？ 1 切っちゃったの？つうか、報告の中でまだ1体しかいないってどういうこと？やばくない？次行こうか。リーシャンの下は、ちょっと今度はリオルがいます。じゃあリオルの確率見ますよ。せーの、はい、ドーン。0.75! お前も 1% 切るんかいと。次がじゃあタマンタかな。いきます、せーの、ドン。はい。お前も 0.75。はい。また 0.75 か。この下、ゴンベかな。はい。これも新追加です。ゴンベいきます、せーの、ドン。はい。ゴンベ、7.54%。一個言いたいことがあるんですが、公式さんね、今回追加7キロ卵にいろんなポケモン、あ、新しくね、こうリーシャンとかリオルとかタマンとかゴンベとかが出ますよって書いてるじゃないですか。はい、7キロ卵からこれらのポケモンが出やすく、みたいな記載が、確かね、僕の記憶が正しければあった気がするんですが、視聴者の皆様は、どう思われますか？僕は見覚えがあるんですね。出やすいという。出やすいというのは確率が高いという意味ではないのでしょうか。どう思われますか皆様。まあじゃあわかりましたよ。僕も7キロ卵9連動画出しました。ただこれさ、今回図鑑のことを考えると、みんなリーシャンもリオルもリオルもまだ全然出てない人全然いますからね。はい、リーシャン、リオル、タマンタ、ゴンベ、この4種、合わせて 10% もないってどういうことですかね、これ。ね。こいつらの確率もっと高くていいんじゃないですかね。ってちょっと思いません？思うんですよ。僕すごく思うんですよ。はい。ということで、ちょっとこちらの動画ではですね、僕のその思いをちょっと、ナイアンテックさんに届いたらいいなという意味で、ちょっと、物を申させてください。はい。もしもこの動画を、ナイアンテックの方が、ご覧になっていたならば、どうかお願いです。第4世代の今回の新追加ベイビーたち、確率を上げてください。この確率じゃきついんじゃ終わる気がしない。 D シャンがきつい。いや、まあわかりますよ。チリーンもなかなか出なかった。あいつも確率は少ない。低い。だから、あいつの進化前、リーシャン。まあ、確率が低い。理由はわかる。ただよ。ただ今、日本は冬なんじゃ。寒い。苦行だ。って、まだある言いたいこと。まだある。ギフの上限がある。開けられるギフトの数って限りがあるじゃないですか、1日でね。だからもう昨日の僕も本当そうですよ。ギフトの上限まで開けました。で、開けて卵回収しましたと。そう、1日に回収できる限度があるんです、卵に。で、さらに言うとですよ、卵確定じゃないんですよね。ギフトを、じゃあ20個開けたとして、その中に一体何回卵が入っているのかと。ね？じゃあこれがよ、どれか1個でもなんかで、こう、緩和されてたら僕は違うと思うんですよ。確率が本当にちょっと高い。か、ギフトを開ける上限がないか、ギフトの中には卵が確定なのか、このどれかがあるだけでもちょっと違う。印象がちょっと違う。今のままじゃしんどい。お願いします、あげてください。どうか何卒お願いします。はい、
ついでにもう1個あります。色違いベイビーの確率もちょっとだけ上げてほしいです。上がってたらすごく嬉しいです。ピチューが出ない、帽子色違いピチューが出ない、つぼみルリリ、ここだけでも上げてほしい。はい、これも思ってる人は多いかもしれません。はい、お願いします。それでは野生で出るポケモンたち、野生の新追加ポケモンたちのなんかレア度表みたいなのがちょっとあったんで、最後にそれを見て終わろうと思います。はい、レア度表ちょっと見ましょう。今回ですね、まあ新しく追加になったポケモンたちの、ランクがあります。なんかゲームウィズ的にはこの辺なんじゃないかみたいな感じで書いていますね。はい、まずレア度 A ランク、一番出ないと、もう1日に1回で見れたらラッキー、むしろ見ても出ないんじゃないかみたいなやつらのランクなんですけども、ここに入ってるのがドーミラー、ドータくん、ドラピオン、ドクロック、ネオラント。なので視聴者の皆様、この辺の影があったらもう何を置いても取りに行きましょう。はい、仕事はサブロー、学校も早退しよう、何でもかんでも抜け出そう、それがいいと思います。いや、よくない、責任は取れません、責任は取りません、発言の責任を取りません。はい、ただ僕はそれくらいの思いでいます、待ってます。はい、そしてレア度 B ですね、こちらが K イコールをスコルピ、グレックルということですね。はい、まあだからこの B ランクだけだったら一応1体か2体見たよとか、早い人はコンプしたよっていう感じかもしれませんが、まあこの辺結構しんどいと思います。はい、あとはまあこのレア度 C がめっちゃ見るやつはですね、まあデリバード、雪かぶり、落とし C とかいろいろ出ます。はい、で実は早くやった方がいいやつってピカチュウとかデリバードなんですよ。まあ、どういうことかというと、彼らって今回色違いがいるじゃないですか。まあ、色違いコンプをしたいっていう方にしかあんまりこれ意味はないかもしれないですけど、ピカチュウのサンタ帽子ピカチュウ、これっていうのは、今までクリスマスシーズンありましたけども、クリスマスシーズン終わると消えちゃうんですよね。で、これはデリバードも同じです。で、この今言ったピカチュウ、デリバード、それぞれの色違いが欲しいってなってくると、つまりこのシーズンで、取るしかないんですよね。他の色違いっていうのは割とその追加されて、その後出現率とか確率は落ちるけれども、いつでも毎日取れるような、可能性あるよっていうような、そんな状態になってるんですが、この2匹に関しては今回が終わっちゃうと、無理です。まあデリバードはマジでやばいです。出現率いっぱいじゃないですか、結構出てるじゃないですか。なのでむしろ今のうちにちょっとガチって、色違い取りに行っちゃった方がやっぱいいです。だって今回クリスマスシーズンに取れなかったですよ。来年のクリスマスシーズンまで待たなきゃいけないですよ。1年待たなきゃいけないですよ。1年待つってだるい、さすがに。あとへこむ、さすがに。個人的には今回このレア度高いやつら、野生のやつら、何かしらのイベントとか来ると思ってるんですよ。まあどういうことかというと、例えば毒とか何かの出現率アップみたいなイベントとかがあった時に、ここにそれこそね、グレックルとかスコルピとかは入手できる可能性あると思うんですよ。ということで今回はちょっと確率周りの話とか、させていただいて、ちょっと個人的な思いを語らせていただきました。いやでももう やばいよねマジで。ギフトの受け取りがなんか、例えばさ、上限がなくなったりとかしたら結構すごいことになる気がするんだよね。卵の割れる回数増やしたりとか。はい、ということで、今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。